で今からお尻触っていきます。で、頭からこう神経が出てて、お尻の疲れをまあ足の疲れだったり、まあ、背中の疲れだったりとして頭が勘違いしてしまうことが多いんですね。で、まあ、お尻しっかり重要な部分なのでしっかり押さえていきます。で私がわざわざ説明したってことは、そう痛いんです。頑張ってくださいね。足がでも軽く感じてる。足軽くなってるでしょ。はい。はい、心の準備。心の準備大丈夫。はい。心の準備大丈夫ですか？心の準備が、はい、いいですか？はい、行きますね。ここ、痛い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 、どうしよう。疲れなんですよ、はい、だからね、結構さっきも足触ってる時にお尻がブルブルしてましたから、はい、だいぶね、この辺りが疲れてたんでしょうね。なんということでしょう。で、反り腰だし、余計かな。そうですね、うん、張ってますもんね。張ってますね。はい、はい、お願いします。はい、触りますか。痛い。ああ、痛い。特にこいつね。ああ、痛い。痛い。痛いですよ。しないとやっぱり取れていかないですからね。頑張らなきゃ、はい、これが高い。ここ、これこれこれ、でも痛みちょっと減ってきたでしょ。
たかもしれないけど分かんなくなってきたかな。はい、よく耐えましたね。じゃあ反対側していきますよ。怖い怖いけどちょっとやってほしい。はい、足を入れますよ。左よりましたね。あ、そうかもしれない、うん、先左でよかったの。先左でよかったね。でもいつもなんか気になるところですもん、はい、あ、これね、はい、そうでしょうね、はい、だってめっちゃ硬いするともっと楽になるんですよ。もうちょっと頑張ります。はい、頑張ってください。